はい、酒好きな俺の飲酒動画。始めていきたいと思います。今回は前回に引き続き、廃力の、ザ・スペシャルのストロングの新しい味、グレープスプラッシュです。アルコール度数 8%。ね。炭酸強め。皮ごと絞ったグレープ。そして隠し味に白ワインと書いてありますね。これはなかなか珍しい。白ワインか。原材料にウォッカと白ワインとブドウ果汁と酸味料、香料、甘味料。アセスルファム K、スクラロース。アスパルテーム。とかなんとか、いろいろ書いてありますけども。カラメル色素、アントシアニン色素。アルコール度数 8%。まあ、甘味料が使われてて、さらに果汁が 0.5%。0.5%? 0.5%。やばいですね。まあでも、ファンタグレープは、ファンタはあれですからね。無果汁ですから。あれで、あれだけの、美味しさを出すってことは、まあ、なんとかなるでしょう。まあ、ファンタシリーズはね、すべて無果汁ですからね。なんとかなるでしょう。ということで、乾杯。うん。あ、うわぁ。ダメだ。ああ。まずい。もう、この甘味料のこの甘さ。なんなのこれ。あ、最初いいなと思ったんですよ。一瞬口に入れた瞬間。あ、ファンタグレープだ。で、一瞬思ったけど、後味がね、やっぱり、甘味料のね。味が来るんですよ。これが。上。でね、関係ないんですけど、こちら。最近発売されました。まあ、最近が知らんけど。南アルプスの天然水のスパークリング。レモン。こちらですね。まあ、いわゆる炭酸水のレモン味なんですけど、一般的な炭酸水のレモン味とだいぶ違いまして、何が違うかっていうとね、これ一応無果汁って書いてあるんですけど、実はですね、日本の法律上、無果汁と表示してもいいのが確か何パーセント未満だったかな。果汁何パーセント未満は無果汁と表記していいらしい。ですね。うん。それもそのはず、ちゃんと原材料名に、レモン果汁と書いてあるんですね。そして、ここにレモン果汁一絞りと、しっかり書いてあるんですよ。でね、これが2ちゃんでね、結構、2ちゃんの炭酸水スレで、美味しいと、評判になってます。実際に飲んでみたら、全然ね、他のね、レモン味の炭酸水とは、一線を画している。うん。美味しさが全然違います。しっかりとしたレモン果汁の、美味しさ。明らかに、他のレモン果汁の炭酸水はね、完全なる無果汁なんですけど、こちらはやっぱりちゃんと、レモン果汁を使ってるだけあってね、全然ね、味が違う。うん、美味しい。これは多分、今まで飲んできたレモン果汁の炭酸水の中では、一番美味しいです。間違いなく。うん、これはぜひおすすめ。ね、炭酸水好きな人はね、ぜひ。まあ、若干値段が、
まあ、100円ぐらい、まあ、しますけど、まあ、全然、美味しいです。ウィルキンソンの炭酸水のレモンよかは、断然美味しい。まあ、でも基本的に俺炭酸水は、レモン果汁のやつは大体買わないんですけど。まあ、そもそもレモン果汁、100% レモン果汁自体ね、普通に持ってますからね。レモン果汁の炭酸水を飲みたかったら、それをちょちょっと加えて、ね、普通の炭酸水、無果汁のやつに加えて、うん、やりますからね。でも美味しいですよ。うん。全然違う。確か無果汁って1%未満か。なんかそんな感じの無果汁。表示でググりましょうか。うん。あ、清涼飲料で。うん。5% 未満ですね。5% 未満。あ、結構ですね。5% 未満か。はぁ、あ。無果汁と表記していいと。なるほどね。つまり 5% 未満、4%。まあ、5% 未満ですから、4.9% 以下。とかですかね。うん。は、無果汁と表記しても OK。ということでしょうね。まあ結局だとこれ、それはなぜかっていうと、無果汁と表記した方が売れる。と、その生産者が思った場合には、まあ、無果汁と表記してもいいと。というか、まあ、表記した方が売れるんだったら、まあ、そういうことなんでしょうね。まあ、別に、俺はどっちでもどうでもいいと思うんですけど。まあ、基本的にヘルシーな、ね、ヘルシー志向の炭酸水に関しては、やっぱり、無果汁と表記した方が、売れるっちゃ売れるんですかね。やっぱ果汁が入ってるとどうしてもカロリーがどうたらこうたらって話になるんで。まあ、炭酸水買う人間って、基本的にカロリーを気にする人間が多いですからね。うん。まずい。まずい。確かにまずい。これはどうでもいいけど。アルコール度数 8%。強い。のは強いんですが、やっぱりどうしても、甘味料の変な甘さが加わってくるんで、うん。そうですね。やっぱり、なんか甘味料っていうのはね、甘さにね、キレがないんですね。いわゆる、そうですね。日本酒でいう、と、辛口な日本酒と甘口の日本酒があるとすると、それは甘味料が加わってるのは甘口の日本酒ということになります。俺の中だとね。非常に甘ったるい。残る。口に残る。舌に残る。喉に残ってくる。甘さ。があるのが、まあ、いわゆるキレがない。違う。キレが、うん、そうですね。辛口の日本酒とかっていうのは、キレがあって、非常に、いわゆるスッと消える。後味がない。キレというのは後味。ですね。後味が非常にないっていうのがキレがあるっていう意味なんですけど、逆で、甘口の日本酒っていうのはキレがないんです。結構残るんですね、舌に。残って、喉にも残ってくる。
ので、気持ちが悪い。まあ、いわゆる、そういうことでしょうね。まあ、どういうことなのか。基本的に俺甘いのが好きじゃない人間なんで。というよりも別に甘いのが好きじゃないとかいうレベルじゃなく、簡単に言うと、甘ったるいのが嫌いなんですよ、俺は。よくほら、ね、バレンタインデーに、チョコレート嫌いな人に、チョコレートあげるとか、して失敗したっていう人もいると思うんですけど、そういうのではなくですね、そもそも、甘いのが嫌いとかじゃなく、甘ったるいのが嫌いなんですね。別に甘いのは別にいいんですよ。俺もコーヒーと一緒にチョコレートとかお菓子とか いろいろ食べてますけど。ただ問題は甘さではなく甘さの残り方。なんですね。後味の問題です。後味まで、こう、ずーっとしばらーく、こう、舌に残る甘さだと、なんか、気分が悪くなってくる。まあ、言うて、コーヒーとかでもね、俺基本的に無糖とかしか飲まないです。微糖か無糖しか飲まないんですけど。まあ、基本的にコーヒーってクソ甘いのが普通にね、売られてたりするんで。まあ、クソ甘いのはクソ甘いでいいんですけど、クソ甘いのに、やっぱり、クソ甘い、甘い普通のクッキーとか、お菓子とかとあんまり合わせたくないんですよね。まあ、甘党の人はいいんですけど。やっぱ甘いお菓子にはブラック。無糖な。もので合わせるとちょうどいい感じなんですよ。俺の中で。甘いコーヒーに甘いお菓子。だとどうしても気分が悪くなってくるので。まあ、そんな感じですね。やっぱり。まあ、これに関して言うと、そもそもがして、ね。まあ、甘味料っていうのは基本的にやっぱ甘さが残りやすい。結構くどい甘さがある。そう。一言で言うと、くどいんですよ、甘さが。くどい甘さがある。ので、まあ、これまで、まだぐだぐだとね、前回言ったような話を、同じような話をしてもなんなんで、とりあえずまずいという話だけは、しときましょう。いやーにしてもこれ甘いな。気分が悪くなってるな、ほんとに。ああ。甘い。これは甘いぞ。もう、まずい。もうちゃちゃっと終わらせようぜ、この動画は。面白くもなんともない、こんなの。ね。2531。ご視聴ありがとうございました。